はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、さあそれでは本日はちょっと懐かしいスパイダーデッキを引っ張り出してきて、今の環境で使えそうなデッキに仕上げてみました。まあちょうど今の環境がアグロと、まあフラッシュデッキとかかなが多いので、まあそれプラス青白のフライヤーとかもあるんで、まあそこら辺にまんべんなく対応できるデッキはこれかなっていうので、はい、あの再度引っ張ってきました。さあ早速やっていきます。はい、プレイ。はい、それではやっていきます。はい、7枚でキープします。はい、土地を出してターン終了。まあちょっと一旦待ちます。飛行は関係なさそうですね。はい、ターン終了。変容デッキか。はい、祖先の象徴で雲。さあダック。さあ次のターン現象の力でもう先に落としましょうか。うわ、水晶壊しか。ちょっと具合悪いな。はい、4455。参ったの、ちょっと届かんね。さあアタック。さあアラスタが出て、暴走の先導。お？クリーチャーカードを好きなだけ加えれる感じですか？はい、ブロックしない。なかなかっすね。さあ原初の力で X が3。さあアタックで、ターン終了。さあ手札が雲だらけ。で金のガチョウ、ドルイド。まあ、先に殴ってからかな。さあアタック。まあそうですね、多分そうブロックしてくると思いました。あれ、ちょっとイメージと違ったな。さあ雲どんどん出していきましょう。ビビアン。影やりがやっぱりちょっとめんどくさいか。
鍵あり装備してこなかったですね。とりあえず先にビビアン何とかするか。暴走の扇動、これ面白いな。マックス5枚カード引けるわけか。まあとりあえずフルパンで。さあ残りライフが2。はい、ターン終了。罠紡ぎで。おお、スターリックス。まあ1回目の変容ですね。ただ66。ガチョウ。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきます。7枚でキープ。ガラックニール。白緑か。もう一体出そうか。さあアタック。さあアタック。宝石網の降りて出してターン終了。まあ、これが新しく加わった雲ですね。まあ、ダメージ受けると11トークンプラス、1点ライフ回復っていうあたりがなかなか相手縛りに行きますね。さあ1体でアタック。はい、ターン終了。
峰の恐怖。まあこれはありがたいね。トランプル乗るんだっけ？トランプル乗るんですね。X が3。さあ、トークンが出て。さあ、1点突破。My, my, how you've grown. お、向こうも雲出してきましたね。なんと意外っすね、これは。まあ、これであれば8点、ああ、届かないのか。いや、こいつでいけるか。いや、でも一緒か。あ、いけるか。格闘でブロッカーを消して。This will さあ、be だ。は fun to watch. い、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきまーす。まあ一旦待ちます。ターン終了。お、来ましたね。こいつを待っていた。もうあれ専用と言っても過言じゃないぐらいですね、こいつは。もう一体欲しいな。ただ向こうはフライヤーデッキだったらこっちを突破するのはまず無理だと思うんで。確実に叩き落としていく。アタック、ああ、こいつダメだわ。間違えた、間違えた。ん？でもブロックしてこなかったですね。マジか、そんなカードが入ってるか。アタック。お、33。はい、ブロック。ビビアン。さあ、とりあえず撃ち落とします。さあ、アタック。
予見者。はい、ブロック。さあどんどん雲を出しながら、さあアタック。クモ族の予見者。さあアタック。はい、ターン終了。まあ、フライヤーデッキは厳しいでしょうね、本当に。地下牢の霊。はい、アラスタ。さあ、オールアタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、それではデッキ紹介いきます。はい、スパイダーデッキということで、鎖すあみのアラクニルが4枚、英雄的介入が2枚、戦いわらの恩恵が3枚、罠つなぎが4枚、奉仕頭の雲が4枚、奉仕闇の折り手が4枚、太陽の義士ファートリーが4枚、祖先の象徴が4枚、悪夢のレインジャーが3枚、終わりなきスワミのアラスタが3枚、フラン状の雲が1枚、原初の力が2枚、ギャレンブリグ城が2枚、森が22枚ということでね。うん、まあ、あのフライヤーデッキにはかなり強いデッキですよね。まあ、あとアグロもかなり止めれるんで、うん、そこら辺には強く戦えるかな。まあ、青も、どこだ、これか、青の呪言を持ったクリーチャーとかもいますんで、割と強くいけるかな。アラスタもいますしね、これ出るとなかなか向こうもインスタントソーサリー唱えにくくなってくるんで、まあ、ここら辺が強いですね。はい、よかったら遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。